こんにちは、S&D です。今日はレシーブに大切なポイントパート3を解説していきます。大事なことの一つ目は構え方、二つ目は目線。これは以前動画で解説をしていますので、そちらの方も合わせてご覧ください。今回紹介する3つ目のポイントは腕の面です。腕の面がずれていたり違う方を向いてしまうと、どれだけ構え方や目線を意識したところでボールを思ったところに返すことができません。なのでレシーブに大切なポイントの3つ目は腕の面になります。うまくいかない人によくありがちなのは、腕の面がずれてしまっていたり、肘を曲げてしまったり、面の角度が下すぎたり逆に上すぎたりすることがよくあると思います。接待や上げたいところに返すために意識することは、綺麗な面を返したい方に見せ続けることです。イメージは自分の面を一枚の板だと思って、その板がボコボコだったらボールがどっちに返るかわからないですし、下すぎたら下に飛んでいってしまいますし、上すぎたら真上に上がってしまうことがイメージしやすいと思います。なので板を返したい方に綺麗に向けてあげて、この状態で2秒ぐらい見せ続けてあげるとボールが綺麗に返るようになってくると思います。腕の面を覚えるための家でできる練習は、鏡を見ながら腕の面をずっと向けて一周回ってみましょう。足は一周回ります。それに合わせて手の角度を常に鏡に向くように練習をしていきます。実際は構えて腕を出しますが、まず手の角度を覚える必要があるので、立った状態で行っていきましょう。これだと腕の面が向いてません。逆にこれでも向いてません。両手の当てる位置、面が常にどこに行っても上げたい方向に向けられるように、プラスその時の体のひねり方、腕の出し方、肩の使い方などをこの練習で自然に覚えていきましょう。今の練習で角度を覚えたら、実際に強打ボールを打ってもらって、どの角度にしたらボールはきれいに返るのかというのを確認する練習を行っていきます。動画に出しているんですが、膝をついた状態でボールを打ってもらって、返したい方に面を向けていきます。ボールが違う方に行ってしまったら、その時は角度が向いていないということになります。以上がレシーブで大事なポイント3つになります。この3つのポイント、構え、目線、面の向きが完璧にができるようになってくると、レシーブの範囲やレシーブの質もだんだんと良くなってくると思うので、ぜひ練習でこの3つのポイントを意識して練習してみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから。
また次回の動画でお会いしましょう。